シャド・マイケル・クールは、アメリカ合衆国デラウェア州、ニューキャッスル・グンベア出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。MLB のピッツバーグ・パイレーツに所属。相性はチェット。2013年の MLB ドラフト9巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。この年は、参カの A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズで、プロデビューし、 13試合に先発登板して3勝4敗、防御率2.11、33奪三振を記録した。2014年は A 級ブレーデントンマローダーズでプレーし、28試合に先発登板して13勝5敗、防御率3.46、100奪三振を記録した。2015年は A 級アルトゥーナカーブでプレーし、26試合に 先発登板して11勝5敗、防御率2.48、101奪三振を記録した。2016年は、開幕をトリプル A 級インディアナポリスインディアンズで迎え、6月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のロサンゼルスドジャース戦で先発して、メジャーデビューを果たし、5回を3失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。 最終的には14試合に先発登板して5勝4敗、防御率4.20、ホイップ1.32という一定の成績を残した。なお、AAA 級インディアナポリスでは16試合の先発登板で6勝3敗、防御率2.37、ホイップ1.16という好成績だった。2017年は先発ローテーションとして1年間定着していた。 31先発で8勝11敗、防御率4.35だった。2018年6月30日に右腕全部の針で故障者リストに入った。そのままシーズンは終了し、16先発で85回を投げ、5勝5敗、防御率4.55だった。9月19日にトミー・ジョン手術を受けた。2019年はリハビリで全休した。二千二十年に二年ぶりに、 MLB に復帰した。2021年4月1日のカブスとの開幕戦で、自身初めて開幕投手を務めた。ありがとうございます。